どうも、ハピネスサークのハピネスです。ウォーフレーム、そろそろ実況プレイやっていきたいと思います。今回久々にログイン画面からのスタートになりますね。656日、ようやくここまで来てね。あれ、俺そういえば650日達成しましたって言ったっけ。まさか発信してない可能性がある。今撮り始めて今思った。それね、動画にするかわかんないですけれども、 Twitter とかね、YouTube のコミュニティ欄にね、あげていけたらと思います。はい、 Welcome back, Operator! ってことでね、 50% マーケット内アイテム次回購入時オフが来ました。嬉しい。やった。何？はい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 、ありがとうございます。いや、こうロータス姉さんからメールが来るや否や、さりげなくオーディスはモッドの話をしてくるっていうね。モッドモッドくれよみたいな。なんかまたスキン来てますね。新シジルと武器スキン2種類ゲット。あー、なるほど。まあこの辺りは深く触れないようにしよう。なんだかって言ったら、あ、いろいろ来てますね。ちょうどフォーマー刺した武器ばっかり。なんか面白いですね。ライノパラタイン、パラティネシジル。へー、そんなの苦情なんですね。まあ想定いきましょうか。別に、ね、スルーしてるわけじゃなくて、今回の動画はね、ソーティーなので、ソーティーやっていきましょう。自分自身をよく顧みるんだな。ありがとうございます。じゃあ、昔で醜い化け物が、ソーティーやりましょう。やっぱタイルリーゴル来ると自由行動来ますね。タスク 3% 出てくるかな。やだな、こんな高レベルのタスク 3%。はい、50、60で救出エキシマス要塞来ておりますね。次が自由行動敵アーマー状況。で、あ、やった、マス。セカンダリのみ。これまた珍しいの来たな。何で行こうかな。まあ、普通にね、属性耐性とかで来られるよりは全然いいですね。ちょっとここ、一応、フレームのアビリティも込みで考えていきましょう。まずは救出エクシマス要塞、行っちゃいましょう。はい。変身して、気よりも。というわけでね、わー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 叫んで、っていうつもりにさしてあげましょう、やつらをね。つもりじゃねえな、全然。うん、まさにね、っていう気分にさしてあげましょう。ふやけちゃってまー、ふやけちゃってまー、ふやけちゃってまー。オッケー、行きましょう。さて、アンブランの力を思い知れ。オッケー、よし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 。救出ミッションなんでね、まあそんなに急ぐことはないでしょう。あ、何やってんの。オッケー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 。あ、食らってみろや、シノイドガンマコア。おい、オッケー。あ、腐食ダメージなんか来てるんですね。てか俺最近ノラナイトさんのタスクちゃんとクリアしてない感じがするんだけど、大丈夫か。うるさいだろ。でタイルリーゴルさんのハンマーでちゃんと来るっていうね。えらいがな、えらいがな。オッケー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 、行きましょう。オッケー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 、特攻じゃ特攻じゃ。オッケーオッケー。あ、そうか、エクシマス要塞だからこんなにいるのか。なるほどね。あのバカみたいに叫んでいきましょう。おいっつって、おーい、オッケー、あ、死なない。はい、オッケー。チョコチョカ倒しまする。あなたたちをチョコチョコと。救出ミッションなのに戦い続けるアンブラ、さすがですね。どんどん行きましょう。やめて、空でも構わん、叫ぶよ。まあ範囲持ってきてないんでね、そんなに範囲を持ってきてないんで、あんまり使いすぎないように気をつけたい。おい、お前にフィニッシャーをかけたい気持ちになってきた。どうだ、どうなんだ。タイルリーゴルハンマー強いですね。うん、お、やった、バレットジャンプようやくクリアした。オッケー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 。見逃しはないはず、このタスク。うん、そう、これが更新されてから、これがね、今今日中に消えるやつだったはずなので、うん、バレットジャンプはね、よかったよかった。あとなんだっけ。あ、そうだ、敵とかなんかいろいろターゲッティングするってやつだっけ。なんかそれがあったはず。あ、全然違かった。全然把握してないという。気持ちいいだろ。ありがとう。行きましょう行きましょう、サクサク行きましょう。はい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 、おい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 、おいやいや、あ、ごめんね、目の前で。え、まさか気づいてない。お前どこに目ついてんだ。あ、ケツ叩いただけで終わってしまった。気づいてないんでケツ叩きました。オッケー。お、レベル上がりましたね。たたたたた、エレベーター、そんなもんは使わねえ。俺はエレベーターを使ったことがねえ。何やってんのお姉さん。オッケー、やめて、いやー、やめて、おお、やめて。そんなに俺と戦いたいか。いいだろう、相手になってやろう。いいだろうの草原だ、いいだろうの草原で相手になってやろう。オッケーだ、俺に任せておけ。いかに救出ミッションといえど、俺は突撃して勝つことを決めているのだ。オッケー、
さあ行きましょう。いいだろうの草原行きましょう。マジで、おお、危ね。あいつさ、連射線ありすぎじゃねえ、あれ。スパンスパン打ってる。危ね。効果時間伸ばしてきてるんでね、問題はないでごわすって感じです。よいしょ。やばいやばい、間に合わなくなる、やばいやばい。よし、オッケー。誰もいないことを願いつつ、なんかちょっと遠かったですね、今回の救出ミッションのこの場所。わ、マジか。時間ねえのにマジか。よし、サイファー使えないから急げ。本当にわーって叫ぶようになるわ。あ、嘘でしょ。やめて、やめてよ、こんなんなっちゃう。オッケー、よし、オッケー。まったく手間かけさせやがって、この姉さん。行くよ、帰るよ。帰りますわよ。お前にこれができなくても俺は構わん。結局トロワレの女でも構わんよ。俺はどんどん行く。なぜならお前はワープができるからだ。ありません。一撃か、いいですね。やっぱ50、60ごときは一撃で倒せますね。よし、天のスコーム、スコームだろ。ワーデンは倒す。ワーデンじゃなかった、ヘビーガンナーだった、普通の。どっちでも構わんわ。さあ突撃の時間だよ、突撃の時間だ。お前らにおさらばを言う時が来た。さらばグリニア。うわ、ちょっと待って、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 ちょっと待って、ちょっと待ってね。一瞬でエネルギーが切れたことに今びっくりした。こっちじゃなかったね。ちょっと慌てております、私。よし、おい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 、危なかった。オッケー、ヘルスだけはきちんと回復していこう。そう、あの、え、うわ、危ね。エクサルテッドブレードにね、入っているんでね、ライフストライクが。やばい、ここはやばいんじゃないか、防衛対象。ここはやられる気がするぞ。俺が的になる、先に行くからな。的である俺が先に行ってもいいだろ。なんか敵やたらいないか、これ。なんでこんなに敵いんだ、なんか珍しくいるなって感じ。危なかった。オッケー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 。うわー、びっくりしちゃった。なんかネタ考えてたらね、どん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 エクシマスが目の前にいるもんだから、死ぬかと思ったでごわす。なぜか防衛対象があの中を無傷で走り抜けられるってね。はい、そんなわけでね、クリアしました。次のミッション行きましょう。クロマはドラゴンの味だよ。さて行くよ。さて、ドローン、まあ、いきなりドローンか。しかも夜のドローンなんかね、前回あれだからね、あの進行不能ブチ当たったからね。なんだこの黄色いイラジシェは。いただくぜ。何も出なかったのかと思った。あ、何、黄色いイラジシェって10個も入ってんの。違うよね、そういうことじゃないよね。オッケーオッケー。あ、ありがとうヘリオス。あ、ヘリオスくんがスキャンしてくれてもいいんだ。なるほど。ちょっと待って待って待って、あ、ボンバリストにやられそうなんだけど俺。ちょっと待って、ちょっと待って、てめえてめえ、この野郎。バフかけさせてからにしろよ。それだったらいくらでも攻撃していいわ。オッケー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 。よしよしよし、行きましょう行きましょう。待ってよ。よしよし。いやでも結局切れますね。イラジテって夜になると黄色なんだ、これ。へえ、知らなかった。今更かよみたいな感じだな。どんだけウォーフレームやってんだよみたいな。あー、敵いるな、敵いるな。バフかけしたいな。いや、攻撃してほしいな。あと10秒以内に思いっきり攻撃してほしいな。なんか俺じゃない何かと戦ってやがる。テラリストでもいいのか。なんか普通にスルーできたんだけど、ありがとう。おかげでバフが切れたよ。わあ、いやいや、来てんじゃん。よし、俺のイグニス食らってみるか。あ、毒ダメージ、どこのバカだ、毒ダメージなんか持ってんの。やばい、ブッチャーがいるからエネルギー吸い取ってきやがんな。あげんな。ちょっと、オッケー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 。なんかドローンが速すぎて戦うも何もあったもんじゃねえって感じがすんな。よし、了解だ了解だ。了解した、お前を焼き殺すんだな、任せろ。ありがとう。エクシマスをこの速度で倒せればもう申し分ないですね。オッケー。おい、お前のそれくれ。よし、オッケー。お前のそれをくれ、お前をくれ。ありがとう、倒しやすっ、めっちゃ。オッケー、次グリニアの貯蔵庫を見つける。オッケーです、任しとけ。俺がクロマ、お前らをむしゃむしゃ食べるためにここまで来たっつっても過言じゃないんだ。おい、カゴメカゴメ、ボンバリストをカゴメ。あい、グリニアの貯蔵庫っつうのはこれ機動防衛の話かな。あの装置はボンバリストからエネルギーを引き出す、それを使うのだ。オッケーです。誰の俺をぶち抜いたやつ、ありがとう。いやいやいや、ちょっと待って待って待って、全然把握できてない敵の場所。お前らか、お前らか、俺を攻撃してくれず
死刑してくれさかったてなのは。なるほどな、任しとけ。お前を倒すことには俺は長けている。よし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 、あとはあとはどうすんだこれ。貯蔵庫見つけて、なんかずいぶん遠くないか貯蔵庫。いやなんか完全に、あビビった、どこの話かと思ったらそこか、あここかここか。なんでそんな遠いんだと思ってた。なんか表示と全然違くねみたいな。これマジで言ってんの、マジで洞窟って言ってんのこれ。俺洞窟入れるかな、場所わかんねえよ。洞窟の入り口どここれ。あったあったあった、なるほど、その目的地に行くまでも超大変っていうことか。あそうかそうか、なるほどね、あの印は洞窟のことを示してたのか。なるほどな、もう気づけば1分前だよ。行くぜ軽ドライブ、おらおら遅れを取るわけにはいかんぜよ。でおまけにこれ戻る時もタイムリミットがあると、そういう仕様なんだね今回はね。なるほど、面白いじゃねえか。あで貯蔵庫を見つけろっちゅう話なの、この広大なエリアで。マジか、ゲームオーバーにさせる気満々じゃねえか。なるほどな、任しとけ。あ音がする、いい音がする、うまそうな音がするな。うまそうなのくれー、ありがとうありがとう、やめてください。あとどこにあるかな、あなんかもう一個見つけた。普通に見つけてるぞ俺。あと1個、あと1個は難しそうだな、なんかひねったところにありそうですね。まあまずは外周からといっても外周も広いな、これは軽ドライブで探す案件なのでは。はい、やめてくれ、敵と戦ってる時間なんかねえなこれ。うるせえうるせえ、バンバンうるせえ、バンバンうるさくて音が聞こえねえ。よしよし、オッケーオッケー、普通に倒す分にも時間かかりますねこれは。まあ別にいいよな、敵はとにかく探さないと。貯蔵庫これ2個悠々と探せて、あれだよね、あともう1個は超大変でしたバイバイみたいな、そんな感じで終わるやつだよね。なえここ無効な射出ポイントなの、上登りたかったのに、上に絶対あるだろうなっていう気持ちが俺の中にはあるのに。ちょっとパレットジャンプちゃんとして。これどっから登るんだ、本来どっから登るんだ。これは普通に壁ジャンプでいくか。よしオッケー、まあ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 撃たれても大丈夫。あった、よし見つけた見つけた、危ねえ、やっぱこの上だったわ、危なかった、やばいやばいやばい、めっちゃ撃たれてる。でこれ行った方がいいですよねもうね。なるほどね、出口がどこだか把握しておかないとまずい。よし向こうでライフストライクで回復しましょう。よし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 、ちょっと本当に敵と戦ってる場合じゃなくてびっくりしたね。よけ、次行こう。湯気湯気湯気が出る、俺の肩から湯気が出る。はいはいはい、ちょ早すぎて早すぎちゃってどうしよう。はい、何止まってんだ、何止まってんだバカか。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、確保対象硬いな敵が。まあ黒まで来て正解だったね、ダサいよ。黒魔のいいとこ何も活かしてないけどね今現状。まあちょっと硬いっていうのは活かせてるかな、ちょっと遠いのかなこれは。オッケー、よしオッケー、まだ無効なチャイスポイントなの。よしオッケー、行きましょう。さあさあさあ、これはねまだ全然時間に猶予があるからいいですね。どこだ、任せろ俺に任せろ。いてててて、やばいやばいやばい、殺される、やつに殺される、やつが俺をやろうとしている。よし十分ですね、オッケーオッケーオッケー、どんどん俺を攻撃した前、向こうか、あれかもう出てたのか、君だね君だな、ウッディ。あお前普通に防衛対象じゃねえよ、普通にゾンビじゃねえかよ。ちょっと待って、これはイグニスでやってる場合じゃない、あいつ足が速いんでは。ちょっと待って、そんなパターンで来るとは思わなかった、ぜひ俺を撃っていただきたいが、俺と戦っていただきたいけど。よしよし、オッケー、こいつどんどん逃げちゃう、やばいやばい、これはしかもバフが切れるという、マジかこいつ。ちょっと待って待って待って、こいつ足速くないか、ちょっと待って、仕留められる武器できてないんだ俺。ちょっと俺と戦おう、俺と戦おうぜな、俺と戦おう普通に。うん、マグナス強い、よっしゃー、オッケー、あぶねえ、こいつすげえ意気揚々と生き上がるわ。うーらったうーらったトゥレトゥトゥレトゥみたいな感じで騙しやがった、俺を騙しやがった完全に。危なかったですね。
いやこれであれなんだ、あそうか、グールをスキャンしてタイル・リーゴルさんの仕業だっていうことが分かるんだね。なるほどね、びっくりした。いやあんな陽気な感じでゴーンドゥダンザンダダンズンダンゴーンとかってなったらちょっとショックから立ち直れないかもしれない。はい、摩擦セカンダリのみタイル・リーゴルさん、どうもタイル・リーゴルみたいなカラーリングにしてみました。まあ、どっちのカラーリングが上がね、上かね、知らしめてやりましょう。俺だよ、つって。俺だよ、ってタイルさんは言ってますね。感謝を込めれば、ふわ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 。これ水の中からじゃない？あ、違かった。よし。よし、いいぞ！ライノくんね、いつも通り威力重視のライノです。散々ソロソーティーのビルド紹介に乗りまくってるライノくんですね。だって汎用性高いんだもん。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。おい、そこ。あ、そうだった。俺セカンダリーのみだ。もう忘れてた。いで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 。いでいで。これ道間違ってるパターン？そうですか。わかりました。やめてください。オッケーオッケーオッケー。もうね、ここはね、アークトラップの嵐だからね。嵐が降る。あー、外した。オッケーオッケー。かっこ悪い姿をありがとう、つってね。とても興奮しているよ。ウキウキさ。実況解剖は勉強になるからだ。もう着くんじゃないこれ。ああやべ、警報を鳴らされたらすぐ切ろうも。誤報でーす、誤報でーす、誤報でーす。ライブセクション No 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 no。 OKOK、 タイル・リーゴルさん一番好きなボスかもしんないな俺。早くボブルヘッドくださいっつって何年言い続けてんだろう俺。これはタイル・リーゴルさんのボブルヘッドをくださいっつって、なんか当初と全然違う色になってしまった。しかしホッとしたよ、ありがとう。さあ来ました、ライトアップ NO。 うわあ、いやいやいや、お噂は金がね。さあやろうかリーゴル。 First you, Tenno. ありがとう。 Next, your Lotus. 行くぜ。その盾のスキンが欲しいな。お前どこ立ってた今。オッケー、セカンダリのみでマグナスで来ております。いきなりロケットパンチ。オッケーオッケー、マグナスであれば効くはず、リベン入ってるんでね、大丈夫なはずだとは思うんだけど、どのぐらい効くかわからない。クロマの方が良かったかもしれないという思いにだけはなりたくない。なぜダメージ受けないんだあいつ。いやーマジか、ちょっと動きが早すぎて厄介だな。厄介な相手だ。まあノックダウンに関しては効かないんでね。いや、シールドが厄介だな、こいつ。オッケーオッケーオッケー、腐食入ったね。オッケー、余裕で終わらせていくぜ。ただ、打ちまくると弾が切れるから、なぜあいつはちょいちょい引っかかるんだ。あの、なんか、バグオンを味方につけてるような動きは何なんだ、一体。おい、なぜそこに行きたがるんだ、お前は。なぜバレないと思うんだ、そこでいると。だいぶ減っちゃってるな。だいぶ減るな、マグナスなのに。ありがとう。こっち来いよ。ロアかけてー。いや、かけられるんだけどね、かけようと思えばロア今かけるんで、ちょっと待ってください。まあ、それ効かないんでね、効かないんでね、俺にノックダウンは。なんだってライノなんで。あいつあそこ好きなー今日。ロケットパンチは撃つならちゃんと撃とうよねえ。タイル・リーゴル、お前俺大好きなボスなんだからさ、頼むぜ。やめて、ちょっと待って、ちょっと今日のリーゴルは調子を狂わせますね、完全に。なんかセカンダリのみに動揺してるのかもしれない。なんだこのマグナスはっつって。よし、これでね、このマグナスを使ってね、あいつもやらなきゃいけないのが大変なのよ。なんだっけ、あいつ誰だっけ、忘れちゃったよ。マニック、マニック、マニックをねやんなきゃいけないのが困るんですよね。あ、来た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 、マニック戦おうか。一撃ですね、だいぶだいぶ効きますね。オッケー、よし、だいぶだいぶいいですよ。ロア必要ないかもしれない、マニックを仕留めるぐらいだったら。来るぜマニック、どっかからか。あれ上行っちゃった、下来ようよマニック。どっかで引っかかったのかなあいつ。ハーマータイム、タイムとシャットユーアップフォーグッド。もうちょっとみんな煽りすぎ、リーゴルを。ボブルヘッドになれない悲しいあいつをさ、つうかもうこの真ん中の石像くれよって感じ。これオービターに飾りたいわ普通にね。フォーラムに書いてみようかな。いや受け取ってくれるとは思えないけど、こいつ走行回復すんだな、向こう行くと。走行を直しに行ってるみたいなニュアンスかな。何なんだあの動きは。
どうしてもそこに行きたいんだな。よし、まあ状態異常確率高いんでね、 99% あるんでね、マグナスなのにすごいですね。リベンが相当その状態異常確率とクリ率、確率に関してめちゃめちゃ強いのが入ってるんで、だいぶボスにも有効ですね。おまけにライノのロアでね、攻撃力はモリモリなので。ヘリオスも頑張ってるな。降りてこいリーゴル。え、あいつなんて中途半端なところにいるんだ。よし、オッケー、そろそろじゃないか、そろそろじゃないか。よし、オッケー、来た、オッケー。さあ上に上がりましょう。今度は上での決戦。ただそろそろ弾がなくなってきたな。あの辺のやつを壊しましょう、コンテナを。ピストルの弾くれ。うわ、入ってない、マジか。マニックボンバードが出てきますね。あいつにもちょっと弾がかある気がする。オッケー、よしよし、ワンチャン弾、お、入ってる入ってる、いいですね。よし、次ロアもかけてマニックボンバードもさっさと倒しましょうね。あー、だいぶ弾入ってましたね。ロア、オッケー、マニックマニックマニックボンバード来た。こいつ完全におとりだからな、どっちかっていうと。あー、強いな、ヘッドショットやんないと。やはり、いや、いいですね、衝撃ダメージが効いてますね、ヘリオスの。まあ、確実に弾の無駄はしないように当てていきましょう。よし、あとは切断で死んだかな。オッケー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 。あとは、あれ、マニックはどこ行った。ん、なんか場外にいない、あいつ。ん、なんか場外にいない、あいつ。うわー、ちょっと待った、危ねえ危ねえ危ねえ。なんか今マニックのアイコン、うわー、ちょっと、おい、マニックを探してたらこいつが来てしまった。もういいのか、もうマニックはもうお役ごめんなのかな、死んだのかななんか今回のリーゴルやばいですね、このセカンダリのみのリーゴル。ただロケットパンチには気をつけよう、ロケットパンチいつ飛んできてもおかしくないんでね。うわ、来た、危ねえ。あれ爆風も結構あるからね、気をつけよう。確かね、今爆風でダメージ受けたんだもんね、違うかななんかもう分かんなくなってきたリーゴルノックダウン攻撃をやろうとしたときはチャンスみたいな感じでもあるね。ロケットパンチかな、よし、ライノで受け止めます、あなたのロケットパンチを。まあこいつから持っていかれる、いかれるけど、そんな大ダメージではないんで大丈夫ですね。またやるかな、ロケットパンチ、ロケットタイム。よし、入ったね、不足入っちゃいましたね。オッケーオッケー、終わらせるぜリーゴル、すれ違いざまに打ちまくっていくぜ。あ、なに、なんで無敵状態なんだ、ちょっと待って、ラグがある、ソロプレイじゃなかったっけ俺謎すぎるな、喋りもしなかったし、最後うめき声すら聞こえなかったよ。今回のリーゴルはちょっとガバガバでしたね。なかなか面白かったけれども、動画的には美味しかったけれどもね、久々のリーゴルだったから。あ、ライフルモッドですね、ライフルリベンモッドやりましたね。 OK です。じゃあこれね、解放条件だけ見て、あとビルド紹介載せて終わりとしましょう。はい、それではね、戻ってきましたので、解放条件。ミッションを失敗せず、21個のシンジケートメダルを見つける。なるほどね。あー、じゃあ途中で出ちゃダメなのかな？うん。いつもね、シンジケートメダルを見つけるだけだったらね、ミッション途中退出しようとカウントはどんどん進んでいくんですけれども、これはミッションを終わらせないとダメっていう感じですね。なるほどね。まあまたね、未解放のリベンモッドがちょっと溜まってきてしまったので、これもね、解放するか動画にするか、何かしらの対応をとってね、こなしていきたいと思います。OK です。それじゃあね、リベンモッドの方じゃなくて、ビルド紹介の方行きたいと思います。なんか、今回に関しては、そんなにね、戦う内容が最後以外なかったかなっていう、あんまりこの近接とかライフルに関しても、コン詰めてなんかこれっていう風に限定しなくてもね、結構サクサクいけた感じがしたので、まあやんわりと紹介してね、終わりにしたいと思いますね。今回アンブラ、効果時間モリモリでいきました。モリモリっつっても、まあ 172% なんですけれども、スティールチャージでね、こちら近接のダメージ上げておりますね。で、アンブラインテンシフィとアンブラバイタリティをつけてね、こちら、ヘルスとアビリティ威力を一応上げているって感じですね。うん。まあただね、そんなに威力はね、重視してなかったんですけれども、まあせっかくならということでね。で、まあちょっとね、フォーマーじゃなくて極性がね、このアンブラ極性で縛られてる関係上ね、ここにもね、アンブラ極性が入っているので、これですね。これをまあちょっと、軽めのコストのもので潰しつつ、結構容量はあるんでね。
まあそれをオーガーメッセージにしたんですけれども、そのオーガーメッセージとあとコンスティテューション憲法ですね、これとあとプライムドコンティニティで効果時間を伸ばして、これですね、レディアルホールっていうやつの、まあ普通のエクスカリバーでいうところのこうバーンって眩しくさせてっていう目になるやつですね。敵が周辺の敵を呆然とさせ、センティエントの抵抗を押し返す強烈な叫び声を鳴り響かせよってことでね、25秒持ちます。まあ範囲持ってないんでね、そこそこしかあれなんですけれども、まあ俺はちょっと道中ね4番放ちまくって元気になりすぎた、ふほーいっつってヒャッホーってやってたけど、普通に無難に2番放ちながら行けばね、なんてことないミッションだったんでね、なぜか途中ね4番をこのエクサルテッドブレードを放ったがゆえにすごいピンチに陥るっていうね、逆にあのライフストライク使いすぎましたね。まあそこは運用の問題ですね。ビルドの構成に関してはね、ダメージを受ければ、エネルギーに変換してくれるレイジが入っておりますね。あとはフリーシングエクスパーティス、最大強化ではないフリーシングエクスパーティスとストリームラインを乗せてね、 160% の効率でまあより多くのこのレディアルホールをね、放とうやってことですね。殲滅していれば敵からエネルギーが落ちることもありますし、ハピネスの場合はね、まあ使ってもうしばらくになりますけれども、ゼヌリクがね、入っていったりするので、うん。これでね、エナジャイングダッシュって言って、ボイドダッシュしたらエネルギーが回復するやつで、エネルギー回復を狙っていたという感じですね。はい。アンブラに関してはこんな感じです。はい。クロマに関してですね。クロマに関しては、こちら威力もりもりのクロマですね。前にもちょっと紹介したかと思うんですけれども、コロサイブプロジェクションとパワードリフトをつけております。それでね、威力に関しては、インテンシフィ、ブラインドレイジ、トランジェントフォーチド、オーガーシークレッツ。もうこの辺ね、威力を上げてくれるモッドをもう根こそぎ実装したっていう感じですね。これのおかげで、命である2番と3番が強い値で使うことができますね。最大ヘルスを590持ってくれて、ダメージを295与えてくれますね。効果時間もオーガーメッセージとプライムドコンティニティで伸ばしている関係もあるのでね。これが37秒持ちます。だいぶありがたいですね。あと、ベックスアーマー。シールドにダメージを受けると、クロマの装甲が上昇して、ヘルスにダメージを受けると、武器で与えるダメージが増加するっていうね。スタコラ逃げようとしてたグールの加工対象をね、なんとかセカンダリのマグナスが、倒してくれたのはね、このベックスアーマーで攻撃力が上昇したっていうのもありますね。最大のダメージ上昇が 811%、走行値上昇が 1032% ですね。まあでもね、そんなにあんまり思ったより的にバカバカ攻撃されなかったんで、たまたまあの確保対象が止まって、で周りにボコボコ敵が落ちてきて、やっと撃ってもらえたみたいな、そんな感じでしたね。うん、そのおかげの甲斐もあってね、敵を潰すことができたのかなっていう感じです。まあダメージを受けること前提なので、ハンターアドレナリン実装してね、非ヘルスダメージを受けて 45% をねエネルギーに変換するということをやっておりました。はい。まあ大体こんな感じですね。コロサイブプロジェクションつけておけば敵の走行値も下がるし、さらに攻撃力は強くなるって言ってね、こちらに有利な感じで戦えると思うので、まあクロマとしてはね、結構もうあとはモッドそれぞれのちょこちょこレベルを上げれば完成されたクロマのスタイルが俺も使えるのかなっていう、そういう感じですね。はい。では最後行きましょう。ライノ君と合わせてね、今回はマグナスの紹介も入れておきたいと思います。だいぶフォーマも差し終えたかなーっていう状態でもあるのでね。ライノ君はクロマにちょっと傾向が似てますね。効果時間を持って威力を盛るという感じです。はい。まあね、これをね、こちらにしてもいいですね。コークションドリフト俺はつけていたんですけれども、早めにね、間違えた。早めにそのエネルギーを回復したかったんでね。エネルギーサイフォンとコークションドリフトでエネルギー回復。で、さっきも言ったようにゼヌリックがついてたりするので、もっと早くね、エネルギーを回復させて、硬質化を張り直すってことが、こちらのアイアンシャープネルね、増強モッドですね。効果中にもう一度発動すると、アイアンスキンこちらですね、2番アビリティを、こいつをもう一度発動すると、残りヘルスの 40% 貫通ダメージを与えて、敵をノックダウンするってことね。まあこれに関してはね、俺そのダメージを与えるというよりは張り直しの目的で使っているんでね、レベルは上げないままにしております。コストが上がっちゃうんでね。でこちらのアイアンスキンね、威力を高めるためにブラインドレイジ、トランジェントフォーチとインテンシフィ、オーガーシークレッツっていうね、アビリティ威力を上げるようなモッドをほとんど搭載してますね。あとは硬質化のね、この7014のフェライトアーマーを確保するために、こちら装甲を上げておりますね。90% スティールファイバーで。これ上げてないと、
5285になっちゃうんですね、フェライトアーマー。これをセットすることで7014に上がってくれるので、こちらはね、すごくねつけておくとお得なモッドになりますね。はい、まあだいたいシンプルな感じなんですけれども、もう少しフォーマーを指せばね、プライムドコンティニティ実装できるかなという感じなので、まだまだフォーマー指し完成したとは言えないけれども、これでも十分戦えるっていうスタイルですね。はい、まあただでさえね、今降下時間52秒あるので、ロアねロアがすごいですよね。これ1分いくんじゃないかなっていう感じですね。はい、まあぶっちゃけね、効率が死んでいるので、でそのね固質感を張る関係上、レイチとかハンターアドレナリンが入ってるわけじゃないので、ここはねエネルギー回復が肝になるのかなという感じですね。はい、あとはマグナスですね。これロアが入ってからね、今回のセカンダリのみで、まあマグナスでこれまでに、クリル、火星のボスのクリルとか、あの辺もぶち倒してきてますけれども、今回タイルリーゴルさんを倒すこともできましたね。はい、フォーマー3つ刺しております。でこちらのリベンモッドがね、だいぶありがたいものになっております。クリ率が 240%、 状態異常確率が 149.9% ってことでね、まあリーゴルさんも腐食が入ってくれたんでね、だいぶサクサクと削ることができたかなっていう感じがしました。はい、攻撃力に関しては、ホーネットストライク、プライムドターゲットクラッカーつけて、バレルディフュージョンでマルチショットですね。あとは、リーサルトレントつけてね、こちらかなり攻撃力を、攻撃速度も上げております。で腐食が発生するようにね、ピストルペスチレンスっていうのをつけて、プラス 60% 毒ダメージとプラス 60% 状態異常確率で、それと電気バージョンジョルトをつけてますね。あとは基礎ダメージを上げるためにオーガーパクトをつけて、まあタイルリーゴルさんをぶち飛ばしたっていう感じですね。これでもフォーマがちょっとリベンの関係上3つ入ってたりしますね。まあちょこちょここうレベルをね、この辺のターゲットクラッカーとかのレベルを上げていくと、もう少しフォーマ差しが必要なのではっていう感じがしなくはないんですけれども、まあ個人的に俺マグナスね好きなんでね、早くマグナスプライム出ないかなって待ってるぐらいなので、まあこいつはね、どれだけ育成してもいいかなという感じですね。できればマグナスでね、レベル100の全ボス倒したいなとも思うんですけれども、ケラーあたりとかね、アンビュラスあたりが辛そうな感じがするので、それは今後の淡い期待として今抱いておこうかなっていう感じがしますね。はい、まあ大体はそんなところですね、今回ピックアップするとしたら。はい、またね、ソロソーティー明日のやつもタスク処理していきたいと思いますので、そちらもお楽しみいただければと思います。お送りしたのはハビネスダークのハビネスでした。またお会いしましょう。シャグナワー。